JR の新宿駅をご過ごしの皆様、こんばんは。こんばんは。政治団体の君の会と申します。本日もここで街頭演説をやらせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、公共の道路ということで、まあ、譲り合いながら街頭演説をやったり、まあ、ダンスをしてみたり歌を歌ってみたり、まあ、いろいろな人たちがいるわけで、その中の一人として街頭演説をしばらくやらせていただきたいと思っております。本日も暑い一日で、東京は今年の夏一番暑い一日であったということであります。今ここに置いてあります温度計見たら32度ありました。日中日差しが出るところは40度近く上がったところもあったということでありますので、この先もまだまだ暑い日が続く予報でございます。どうか熱中症対策、暑さ対策をしっかりと取っていただいて、体調を万全に整えていただきたい、このように思っております。暑い8月でございますが、8月はいろんな人たちを思い返す時期でございます。当然日本にはお盆という時期がありまして、まあ、あの世から魂がしばらくの間こちらへ戻ってくる、こういう時期でございます。お墓参りに行かれた皆さんも多かったと思います。そして8月はいろいろな方々をまた偲ぶ月でもございます。戦争にまつわる慰霊の日、これもたくさんあるわけでございまして、8月6日の広島、8月9日の長崎、そして8月15日の靖国、千鳥ヶ淵、こういうところで先の戦争でお亡くなりになられた皆様を忍び哀悼の誠を捧げる、日本の皆さんが心を一つにするこの時期でございます。私も8月15日は靖国と千鳥ヶ淵に参拝に行ってまいりました。多くの人が靖国へお越しになっておられました。朝開門前から夕方5時の閉門まで15万人17万人近くの参拝の皆さんが8月15日に靖国神社へお越しになられました。靖国神社には戊辰戦争から大東亜戦争までおよそ246,584の柱の皆さんが収められている。先の戦争というのは戊辰戦争から大東亜戦争まで、ここで亡くなられた皆さんが靖国神社で眠っておられるわけでございます。すべての終戦、その時々に慰霊と哀悼の誠を捧げる、このイベントが、催し物が靖国神社で行われるわけでございますが、8月15日は特にこの日本の皆さんの心を一つにして、戦争で亡くなられた皆様へ追悼を行う日として、日本人の心の中にあるわけでございます。これまで本当に多くの問題が靖国にまつわる、靖国にかかる多くの問題が取り立たされてまいりましたが、やはりこの靖国神社8月15日というところで、天皇陛下や時の内閣総理大臣が先の戦争で亡くなられたすべての皆様へ直接哀悼の誠を捧げることができない、この異常事態を
私たち日本人は常に問題として見ていかなければならないのではないかというふうに思っております。安倍総理は戦後レジームからの脱却ということを掲げて政権運営を行われております。まさにいろいろな諸問題はあります。戦後74年さまざまな問題がある。諸外国との関係も同じく戦後にまつわる大きな問題がいくつもある中で、この戦後レジームからの脱却ということの一つの区切りとして、私は8月15日は内閣総理大臣が直接正殿参拝を行うことこそが戦後レジームからの本当の意味での脱却である、このように思うわけでございます。内閣総理大臣が8月15日に靖国神社へ参拝されれば、それが定着していけば、後々には天皇陛下も靖国神社で参拝を行われる、これが慣例化として行われていくことになる、私は思っております。靖国神社は春と秋例大祭というものが行われます。ここには天皇陛下が直接お越しになるわけではなくて、天皇陛下の名代である勅使という方が直接使わされます。これは伊勢神宮と靖国神社だけなんですね。天皇陛下の勅使が使わされるというのが、このことを考えれば、私は8月15日に勅使ではなくて天皇陛下が直接ご参拝なされる、このことこそが私は本当の意味での日本の自主独立を迎える日であるというふうに考えております。靖国のお話ばかりをしておりますが、当然千鳥ヶ淵戦没者墓苑、こちらも日中戦争大東亜戦争でお亡くなりになられて、ご遺族に引き取られることのなかった、ご本人の確認ができずにご遺骨だけを海外から日本に運んできて、どなたのご遺骨かわからない、ご家族への引き取りができない、そういうご遺骨が約35万9千柱お眠りになっておられる。ここも合わせて8月15日にご参拝いただきたいというふうに思っております。千鳥ヶ淵戦没者墓苑にはありがとう、ありがとうございます、どうもどうもありがとう。千鳥ヶ淵戦没者墓苑には安倍総理大臣が8月15日にご参拝になられて、直接哀悼の誠を捧げられました。私はこれは本当に素晴らしいことである、亡くなられた皆様が本当にお喜びになられていると思っております。ところが私、今年8月15日に千鳥ヶ淵12時の黙祷を捧げまして、その後にある団体がその霊園の前で、墓園の前で、墓石の前で集会を開いていた、このことを今日は皆さんにお話をしたかったわけでありますが、ちょっと前段が長すぎました。フォーラム人権平和なんとかという団体だったんですが、ここが集会を開いていた。ところがその代表の団体が挨拶をしていたわけでありますが、言ってる内容が沖縄の辺野古基地の反対だと、安倍政権に反対だと、森友家計をちゃんと安倍は説明しろと、こういうことを8月15日の千鳥ヶ淵でやっているわけでございます。そしてそこには
国会議員も何名か来ておられました。立憲民主党、社民党、こういう方々が来て、立憲民主党の国会議員は枝野代表の挨拶文の代読という形で登壇され、枝野代表の言葉を伝えられました。確かに冒頭には先の大戦で亡くなられた方への哀悼の言葉がありました。しかしその後続く文言はすべて現政権への批判と北朝鮮へと韓国とのしっかりとした対話をすべきだと、こういう話をするわけでございます。8月15日にやるべき話では私はない思っているわけであります。時と場所をわきまえないで、政治イデオロギーだけを常に前面に出してくる今の政治の野党の姿勢に私は本当にがっかりしました。こういうことが政治を前進させないんだ、政治を停滞させるんだ、国民から政治離れを起こすんだということを確信した瞬間でもあったわけでございます。どうか皆様、この低たらくな野党の皆さんにしっかりと注目をしていただいて、このあとオリンピックの前にはおそらく衆議院選挙も行われる、各種いろいろな選挙が行われる中において、私たちの生活に一番力になっていただける政治家は誰か、政党はどこか、しっかりと見ていただきたい、こういうことから政治に関心を持っていただきたいと思って私はお話をさせていただきました。8月15日、日本人が心を一つにして先の大戦で亡くなられた全ての皆様をお慰めしなければならない日に、政治イデオロギーを前面に出してくる政治家をしっかりと糾弾していく、そしてそういう方々には政治の場から退場していただく、このことを皆様に強くお訴えさせていただきたいと思ってお話をさせていただきました。ありがとうございました。